今日は若林区6丁の目国道4号バイパス沿いにあるジープ仙台にやってきました。こちらがあのジープの最新のモデルですね。ジープコンパスのロンジチュードというグレードになっております。テールっていうか後ろもかっこいいですけど、これ荷物も結構詰めそうですね。そうですね、実はこの助手席下に収納がございまして、はい、助手席下、こちらにもガバッと収納がございます。え、すごい。やっぱ街乗り向けのモデルとして出ている車になりますので、そういった部分でも考えられているのがこちらのコンパスという車の魅力の一つになってまいります。いや、もうこれかなり欲しくなっちゃってますけど、もう僕もジープオーナーになりたいです。こちらが車両本体価格が385万円から。外車ってなんかもっと高いイメージありましたけど、意外と範囲内っていうか日本車とほぼ変わらないような金額になってくるかと思います。とはいえちょっと今日は即決できないですね。実は即決できるものもございます。そうなんですね。こちらグッズいっぱいあるんですね。おしゃれなグッズがいっぱいあるじゃないですか。これちなみに一番安いものだと、こちらがジープのマグカップになってきております。あ、ジープってちゃんと書いてある。はい、税込みで2200円となってきております。2200円、はい、買います。これで今日から僕もジープオーナーですね。そうですね